こんばんは。11月22日、はい、アップデート奥井奈々が帰ってまいりました。 ありがとうございます。うわ嬉しい。いや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 、いやもうすいません、皆さんお久しぶりです。はい、あエア花束ですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやいや忘れちゃって、あのうちおうちで今大変で、ね、いや今もう、はい、だから何ヶ月間でしたっけ、はい、7月に出産いたしまして4ヶ月お休みさせていただきました。ねえ、はい、でこの番組がね一発目の復帰かと思いきや、はい、ローランドさんのやつまず一発でやってるんですよ。まずやってますね。いやでもアップデートは、ね、ここから始まればよかったのに。いやアップデートはでもちょっともう本当に特別な番組なので、ねえ、はい、本当嬉しいです。子供産んで今だから、はい、まだ4ヶ月でしょ、はいはい、4ヶ月には、ね、なかなか、まあ、思えないということするといろんな語弊が出てきますけども、まあ、奥井奈々は奥井奈々ですね、ずっとね。いやもうめちゃめちゃもう髪とか洗えないですし、白髪もすっごい増えました。だからフケいっぱいあるんだよ。洗いましたから昨日ちゃんと。はい、いや、もう本当、いや素晴らしい奥井さん、ここから毎週、はい、今月からよろしくお願いいたします。もう裏でも木崎さんがもうクソって言ってましたからね、はい、もうね帰ってきやがったっつってね。木崎さんもね、ぜひね3人でやりましょう、ぜひね、はい、というわけでよろしくお願いいたします。奥井さん、はい、最初にやってください。ありがとうございます。今日拍手も大きい、はい、お客さんもたくさんいまして嬉しいですね、はいはい、今日もの結果語っていただいております。あの今日が今年に入って一番このお客さんの熱が高いですね。やっぱ本当ですか。奥井さん一発目っていうのもあって来た瞬間にああみたいな。先週までは友達かなっていうぐらい誰も反応なかったんですよ。いやいやいや、前回までは。今日は嬉しいからなんかちゃんと見てくれて、皆さんも最後までよろしくお願いします。質問等々もありますんでガンガンに参加してください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで、はい、今回はですね、ニュースピックス4キッズとのコラボ企画になっております。キッズができたんですね、これ。ニュースピックス、ニュースピックス4キッズ。はい、これ何なんですか。はい、こちらになりますですね。ニュースピックス4キッズとは、ニュースピックスが今年8月に創刊した全く新しい子ども向けの新聞ですね。子ども向けの新聞、はい、ニュースをビジュアル重視で表現しております。ははははは、はい、でまずはこちらの VTR をご覧ください。はい、新聞っていうと普通に読むものってなってると思うんですけど、それをこう見る新聞っていうのをコンセプトとしていて、何かそこで興味持ったことに対してこうちょっと親子で話してみたりとか兄弟で話してみたりとか。ドット絵を見せ合いっこしてそれが何か割ったりするのが楽しかった。また来るね、絶対にまた来るからね。最先端のニュースピックスがあえて今紙の新聞と、紙ですね、今みんな紙の新聞やめようやめようってところに、うん、今あえて持ってくる、はい、いいですね、天の尺ですね。天の尺ね。中身いかがですか。いや僕だからうちの子供まだ4歳2歳で、うん、まあ、ね、奥井さんとこなんかまだ生まれたベイビーですからね。だからその子たちからしてももうすぐ分かると思うんですが、うん、もちろんこのスマホも好きなんですよ、うん、あの iPad も好き、うん、見る。でもねやっぱね、これはもうね、子供はやっぱりもう触ってこう読みたいんですよ。やっぱ結局絵本が一番も喜ぶ。これもなんでか分かんないけど、はい、でやっぱり絵も可愛いし色味も可愛いし、はい、おしゃれです、めちゃくちゃ。うちに子供でちょっとまだ早いかな、うんうん、あの振り仮名が小さい。あ、振り仮名うちの子供的には、はい、だから小学校とかそこら辺でしょうね。だから子供とかの漢字は読めるぐらい。いやこれはいいと思いますよ。あの絵本としていいですね。絵本としていい。この一番裏のこういうところとか ね塗り絵とかもね、できたり、ここで塗ってもいいですよっていう感じ。こんなのうちあったらもうバンバンの、もう大変ですよ、下の子なんだよ、うん、もう ここ塗りながらそのままテーブル行っちゃいますからね、このまま床までいっちゃいますから。元気な子、大人が読んでもね、うん、この学びになるんですよ。ちょっと面白いですね。ですお金について語ったり、はい、今日のクイズ、中国語でおはようはって書いてあるところね、後編がなんか面白い。面白いです、はいはい、これオフライン向けの親子向けイベントも定期的に実施しておりますので、いいですね、ホームページご覧になってみてください、うん。
では今日のテーマに参ります。今日取り上げるテーマは、次世代リーダーが学ぶべきサステナブル教育とはということで、はい、このキッズに共感いただいた UCC の協賛でお送りいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、だからサステナブルっていうワードはもう僕も5年ぐらいずっとね、はい、ひこちゃんがああやって言ってきましたけども、よく聞きますね。もう世界的な課題であり、まあ、いろんな意見も踏まえてなんかこうベタ化していると言いますか、はい、まあ、ビジネスになってますから ね、 そうですね。でこの番組的にはやっぱビジネス的な要素も踏まえていかないと、やっぱりね、経済番組ですから、はい、だから思想とか、だからそのグレタがどうだこうだとかね、そんな話で置いといて、置いといて、まずはこの教育の中ではサステイナブル、まあ、持続可能的なっていうところの教育が、まあ、子供にはこう僕もやりたいと思ってるんで、すごい興味のある、はい、もうちょいしたら興味出ますから。あ、興味ありますよ今。ある？はい、早いね、4ヶ月で読ませますもん、帰って読ませたいと思うぐらい。そう、はい、ではもう、 うちはもう今そればっかりですから、はい、これはとても、興味ある部分だし、はい、世界中の国々が一番大事にしなきゃいけないのが教育だと僕は思ってますのでね。まさにおっしゃる通りです。はい、今日もツイッターニュースピックスのコメントお待ちしております。うん、コメントが採用された方にはこちらの番組オリジナルノートとニュースピックス4キッズの最新の11月号をプレゼントいたします。はい、詳しくはニュースピックスのコメント欄をご覧ください。いいですね。では今日の記事に参ります。はい、今日取り上げる記事はこちらです。トップ頭脳が学ぶグリーンの最先端。グリーンっていうのは僕グリーン初めてさっき知った。もちろんグリーンは知ってますよ、言葉。はい、でもそのサステナブルの環境部分のことをグリーン、しかも学部になったっていう。学部になってるんですね。はい、こちらニュースピックスの編集部の記事になっているんですけれども、今年9月にスタンフォード大学がグリーン学部を新設しました。グリーン学部、はい、こういった名門大学が気候変動やサステナビリティを最重要分野に掲げたことで世界的な注目が集まっています。果たしてトップ頭脳がどういった情熱を持っているのか、そこで何を学ぼうとしているのかを取材しております。はい、続いて今日押さえておくべきポイントを紹介するこちらのコーナーです。やれんの？やります。はい、今教育界でサステナブル教育が注目されています。うん、正式には ESD 持続可能な社会を目指し行動する人を育む教育と呼ばれていて、気候変動や貧困の拡大といったグローバルな課題に気づいて解決策を考えて行動できる人を育成します。なるほど。はい、でなぜ注目されているのかというと、このグリーンテックと呼ばれている気候変動対策に向けた分野の市場規模が2030年に57兆円に達する見込みのほか、グイグイ上がってるんです。はい、さっき記事でもあったように、はい、スタンフォード大学ではグリーン学部が新たに誕生するなど、サステナブル教育の強化が世界の潮流となっています。はいはい、まあ、しかし日本では諸外国と比べサステナブルの意識が根付いているとは言えず、サステナブルな商品を購入したことがないと答えた人は4割以上に及びました。なるほど。まあ、このため政府は去年サステナブル教育を強化するための新計画を発表。まあ、さらに徳島県にはサステナブル教育を謳う学校が開校するなど、まあ、日本でも変化の兆しが見られているんですね。あーはー。はい、でも果たして日本の教育は世界と同じ速度でアップデートできているのか、教育業界の最先端をこの後議論していきます。感覚ですけども何のデータもないんですが、はい、やっぱり10代もしくは10代までいかない年齢の子供と喋ってると、はい、まあ、グリーンと言われる部分、うん、ものすごい興味があるんですよ。自分ごと過渡して捉えてますもんね。ところが僕らぐらいのおっさんたちから上がですね、うん、もういいんでしょうね、もう死ぬから、うん、だからもう別にどうでもいいやっていうところが動かしてないんですよ。そうですね、だからこの部分にアップデートしなきゃいけないのは実はね、ここから上の世代なんで、ま、そこに向けてのアピールも含めて、うん、今日はもうその専門家がもう全員今日はもうグリーンの服で、どうぞ来てますんでグリーンの服かな小池百合子さんみたいな感じでみんなグリーンでやってまいります。グリーンの服いるかな。はい、豪華なゲストでございます。はい、はい、ゲストの方ご登壇いただきます。この方々です。はい、どうぞ。お願いします。じゃあ早速、はい、今日ね着てる服の中の皮膚が全部グリーンですからね、皆さんね見えないところが、逆アバターですから、その逆アバターが、グリーンになってる。不思議。では早速ゲストをご紹介いたします。はい、まずは坪田塾塾長の坪田信孝さんです。よろしくお願いします。お願いします。ビリギャルのさやかさん、またバズってますけれども、うん、はい、留学先のコロンビア大学ではこう何を学ばれてるんですか？教育ですね。認知科学で、まあ、要は彼女がどうやって
そのいわゆる勉強ができないっていう状態からめっちゃできるようになったのかっていうのを再現性を持って科学的にちょっとこう証明したいと。あ、自分を証明したいって。そうで、それを他にも適用したいっていうことでコロンビア大学で今認知科学を勉強してきて、一番分かりやすいですね。そうですね、その中でもそのグリーンっていう部分が、はい、このグリーンはやっぱ最近やっぱ2015年以降なんですかね、ここまで注目されるっていうのは。そうですね、もうまさにバズワードになってますよ ね、うん、ね、 Web3.0 みたいな感じで、うん、そうですね。だけど本質的にはやっぱそこ、なんていうんですかね、バズワードにしちゃいけないっていうのが、うん、まあ、教育ではすごく重要なのかなっていうふうに思います。そうですね、はい、なんかそれはもう思います。育児に疲れるときにふと本当にグリーンに一瞬触れるだけでちょっとホッとするんですよ、はい、あるよね、なんか景色をふっと、あ、そっかってね、はい、なんかあるなっていうふうに思ってます。僕そういう部分も踏まえてよろしくお願いします。続いてスタディサプリ教育 AI 研究所所長で東京学芸大学大学院教育学研究科准教授の小宮山理恵子さんです。お願いします。お願いします。お久しぶり。そうですね、6月7月以来ぶりですかね。そうそうそう、びっくりしたんですよ、すごくもうスタジオが綺麗になってて。スタジオどころか全部見ました。この見ましたよ、カフェとかもあったりして。これが成功した会社です丸の内でね、 上が丸の内ですよ。まあ、まあもちろん小宮山さんもそうですまあでも小宮山さんも本当に言ってみれば AI をこう使いながら、はい、もちろん子どもの、ね、新しい形でこう教育をしていて、はい、やっぱこの中にはやっぱグリーンには注目していますか。そうですね、全国今回らせていただいてて、昨日も北海道行って明日熊本なんですけども、いろんな事例がありますので今日ご紹介できればなというふうに思います。いっぱい回ってるんです。いろんな研修プログラムに参加されてみて、そうですね、意見本当楽しみにしてます、はい、よろしく。全部自分のプログラムにしちゃってもそのままそんなビジネスじゃない。計算してない。よろしくお願いします。はい、続きましてクリムゾングローバルアカデミー日本代表の松田祐介さんです。よろしくお願いします、はい、お願いします。松田さん2回目、3回目ぐらいですね、はい、会うたんびに階級上がってません、まあ、常にアップデート。体素晴らしい。腕の太さが半端ないんですけど少しずつ、ねえ、はい、やっぱ体も大事、重要だということで。そうですね、サステナブルな、サステナブル体もサステナブルな状況ですね、はい、松田さんオンライン教育も、はい、そうですね、オンライン教育、はい、近年この海外進学の受験の基準が変わってきてるというふうに。そうですね、ここ10年ぐらいやっぱりそもそも海外進学の倍率のものが倍ぐらい難しく、入るのは難しくなってきていて。そうですか。そうすると今まで課外活動とかすごく重要視されてたものが、分かりやすい課外活動からユニークな課外活動にどんどんみんなシフトしていかなければいけなくて、自分らしいで、そうすると自然と自分が問題意識を持っている、その課題を解決していくような課外活動が最近増えているという傾向はやっぱり出てきてます。だからそこと日本とどんどん差が引き合い、うん、別にいい悪いちょっと置いといて、まあ、そうですね、違いが出てきちゃってるじゃないですか。まあ少しずつやっぱり出てきてます。日本の教育は大学はね、サステナブルってずっと言ってたとしても、入試の基準はそこまで変わってるわけではない。そうですよね、はい、評価がちょっと増えたぐらい、プログラムが入ったぐらいでっていう、はい、これを埋めとかないといつまでもこの円安の中でもね、っていうのも踏まえて、はい、留学生の必須の教育ですね。必須の、私はそう思ってますね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。最後に UCC 上島コーヒー取締役副社長の里見亮さんです。よろしくお願いします。コーヒーの会社が、はい、今サステナブルのこの部分、グリーンの部分にすごく興味を持ってっていうことで、はい、今回こうやって番組ができたんです。あ、はい、すごく僕は斬新だし不思議に思いました。どういうところなのかっていうのは、はい、あ、でもコーヒーっていうのは特に新興国から生産そちらでしてますので、はい、そちら経由で来る、まあ、いろんな人権とか当然気候変動とか多くのものに SDGs 全てに関わってるっていうですね。アントリー猪木さんもね、ずっとコーヒー豆を摘んでその昔もう、ね、60年ぐらい前にっていう、でもその時代からずっとコーヒーってやっぱりそういう言ってみれば当時その国のね半分奴隷みたいな人たちが最初やってて、はい、そこから変わっていくチョコレートもですよね、カカオ。あ、そうですね、一緒も、はい、やっぱそこを普段から見てるから。そうです、グリーンはもう重要だと。そうですね、私もこのニュースピックスフォーキッズさんを知って、はい、サステナビリティにかなり力を入れられてて、我々も学生向けの教育を非常にたくさんやってるので、現場で活躍されている方がいらっしゃる。あ、そうですね、今日たまたま現場で実際学生に教えてる。あら、そうですか。担当も来てますので、はい、ガンノーさんっていう。はい、はあはあ、お邪魔してます、お願いします。ガンノーさん、はい、ガンノーさん、ガンノーさん、願う能力なんですね。はい、ガンノーさん素晴らしい。ちょっといろいろどういった取り組みなんですか、これ。 UCC さんがやってらっしゃる。
小学生から大学生向けにあのコーヒーから考える SDGs といってあのオンラインを使った授業を行っています。それも日本人が中心で。そうですね、あの講師としてあの話させてもらってます。コーヒー取りに行くんですか？取りには行きたいんですけどまだ行ったことはなくて。なくて、はい、じゃあもう本当に今もう授業まで始めてるっていうそのオンラインで。そうです、面白いですね。企業との教育のコラボっていう話もぜひなっていきたいと思います。はい、すごいな、はい、もうこんな豪華なメンバーでやっていきたいと思いますけれども、うん、はい、今日の議題としてまず前半では次世代リーダーを育てるサステナブル教育とは、そして後半では日本の教育をアップデートするためにできることについて皆さんと議論していきたいと思います、うん、はい、ではまずはじめに次世代リーダーを育てるサステナブル教育とはについて皆さんの意見聞いていきたいと思います。はい、フリップお上げください。どうぞ。はい、まず読み上げていきます、うん、はい、坪田さんは SPO と ESG が一兆円、一個も一兆円ですね。一兆円、一個も分かんないですね。SPO とか分かんないですけどね、スペーストルネード小川ね。その、まあ、SPO と ESG のちょうどいきましょう、はい、で小宮山さんは、はい、ワントを引き出す教育。松田さんは工業化教育の負の遺産からの最後の警告。はい、最後里美さんは視座視点そして自分ごとか。やばい、今日相当難しいな。分かんないですね。なんだろうこれ。俺、はい、今日キングオブコメント無理だな。いやいや頑張りましょう。やばい、この方、ね、どうしよう。その中でじゃあまずはWant を引き出す、うん、Want、 I want、 はい、Want、ね、Want ですね。 Want を引き出す、あのこれまでの教育って勉強すべきとか勉強しなければならないとか手術とかマストの教育だったんですよね。ですけれどもこのサステナブル教育だったら例えば気候変動に何か取り組まなきゃいけないってなった時にじゃ自分は何ができるかっていうその何がしたいかの教育ができると思うんですよね。自分ごと化するようなその里見さんがおっしゃってるような、うん、自分ごと化するような教育ができるんじゃないかなというふうに思っておりまして、うんうん、すごく期待をしています。この部分引き出すって、うん、僕もいつも思うんですけど、はい、何が、まあ、いっぱいあると思うんですけど、はい、どの部分がすごく重要ですかね。あの、うん、やっぱ自分の子供にも何とかして僕も好きなことをしてほしい、うん、そのためには情報をたくさん並べておけば選択できるはずだと、はい、でも今情報なんて山ほどあるじゃないですか、はい、そうするとある程度チョイスしちゃうじゃないですか、はい、それを どうやればその子供たちのウォントをこう出しやすくなるんですか。そうですね、あの機械のその種をまくっていうのはめちゃくちゃ重要ですと、うん、種をまく、種をまくで種をまくためには親が感度高くないためなんですね。 なるほどね、なので親がやっぱり見て回らないと五感を使って、うん、足で稼がないと、うん、ネットにはたくさん情報あふれてますけども、うん、本当に必要なものって、うん、重要なものってネットにないんですよね、うん、でも五感を使ってでしかないので、うん、親がまず感度を上げないといけないなっていう、うん、あ確かに里見さんの、ね、視座視点っていうのもちょっと近いですかね。あ、そうですね、私は自分ごとかっていうのはまさにおっしゃるところ、はい、あのなんですけど一番は何て言うんですかね、その通常の例えば算数とか社会とか、まあ、答えが何かありますよっていうものではないかなり複雑で広いあの課題がサステナビリティにはあるので、こう結構こう高い視点で見たりとか、うん、いろんな視点で議論したりとか、あのそういったことがあの、まあ、なんていうんですか、学べるますし、かつ、まあ、その我々もコーヒーの教育の現場とかでやってますと結構そのいろんな知識をインプットすると、あ、へえ、私がこういうものを買えば実際生産地の方があのプラスになるんだみたいな、うん、結構素直に自分ごと化するので、うん、まあ、そういうのがあの非常にこうやってて反応があるなと。多様な視座視点をこう、うん、手に入れるというか。そうですね、そういうところですよね、はい、主観客観は両方同時にこう、うん、育んだ方がいいですよね。そうですね、あのそれはあのやっててもあこんなふうに思うんだっていうのは反応はすごくあるなと思います、うん、はい、でやっぱり自分ごと化していかなきゃいけない、うん、自分ごと化されるんですね。あのしていかなければいけないというよりも勝手になっちゃうと思います。感触としてはその実際こう正直こうどう言ったらいいんですかね、まあ、あの歴史とか非常に大事なんですけど、さまざまな通常学校で学ぶことってそんなにリアルな今起こってる大きな課題じゃないケースも結構多いじゃないですか、うん、ですね、ただ誰も解けない非常に難しいものの、はい、あのことを結構知ると、うん、
あれなんか解くとすごいんじゃないという感じは、自然に自分ごとが されるケースが多いんじゃないかなと思います。はい、確かに答え出てないことを学校ってあんま教えない。そうそうですね、やっぱりある程度総括できたものを教えるから、正直現代社会ってほぼあんま教えてくれてなくて、大体歴史で終わってるっていう。でも確かに分かってない日中の問題だったりとか、まあ、調査のやるソ連とね、アメリカの問題とかってふわっと終わる。確かに。そこを今現在こうなんだよって言われるとすごい自分ごとがしますもんね。しますし、自分がそこにいるわけですから。そうですね。で、未来やばいっていうのは多分すごく、あの自分ごとかせざるを得ないところもあるかなと思います。その前の段階というか、その増田さんがおっしゃる工業化教育っていうのが、その自分ごとができないというか暗記中長期の教育ですね。まあ、先ほどの、まあ、マストの教育みたいなものっていうのも、やっぱりこう社会的な要請が非常に強くて、工業化の中でしっかりと大量生産をしてくれる人材が必要だったと。なので、まあ、テスト偏重型の教育であったりだとか、暗記偏重型の教育が行われていたと思うんですよね。で、日本というのはこの工業化教育においては極めて世界最高レベルでやってこられたと。ね、はい、まあ、だからこそ資源がないこの国が経済成長を、まあ、発展をあの成し遂げたと思うんですよね。ただその代償があまりにも大きいと、その結果、まあ、それは日本だけの話ではなくて、結局その工業化社会のトレンド、工業化教育のトレンドに乗ってたのは世界中があったわけで、その結果、まあ、地球温暖化問題であったりだとか、まあ、それ環境の問題、貧困の問題であったりだとか、格差の問題というのがどん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 出てきてしまったと。で、特に多分全人口がですね、気にしているのは気候変動問題だと思うんですよね。はい、あの今って結構ポイントオブノーリターンと言われているのは、気温上昇で2度とかを超えてしまうと、もう取り返しがつかないことになるので 1.5 度に抑えましょうというふうにやってるわけですけれども、まあ、要するに地球がもう今悲鳴を上げているような状態で、その矛先がですね、あのどちらかというとこれまでの産業の在り方であったりだとか、教育の在り方みたいなことに、そこに原因があったんだということを今突きつけているような状態だと思うんですよ。うん、なので、まあ、教育の在り方、まあ、今はですね、ピンチではあるんですけれども、教育の在り方を見直していくことで、まあ、それをまあ抜本的に見直していくことで、多分これからの10年20年50年後の在り方までも全て変えられるチャンスでもあるので、うん、まあ、なんかこれを、まあ、あの今までの教育の負の遺産だと捉えて、うん、じゃあその負の遺産をまあチャンスに切り替えて、どうやって本当に抜本的に変えていくかということを考える、あの機会にしていければなと思いますけど、ね、まさにこれも視点ですよね。そうですね、絶対あの性の遺産もあるじゃないですか。うん、そうありますね、性の遺産。でも経済これを話し調べると、性の遺産がゼロの人が多いじゃないですか。なんで今までじゃ間違ってたか、いや違くて、正しい部分はあったと。そうですね、あの富は結構全体的に、で、あの餓死する人の数は減ってる、ね、だけどその代わりっていう環境の部分だったりとか、そのっていうことが今この遺産があるんだから、それは見ましょうよっていうのは、これは僕も僕もそう思ってるんです。自分とか、はい、ね、だからこれが今やんなかったらどうするんだっていう、子供生まれるとそう思いますね。思いますね。なんかつくづく思います、ね、孫の顔が見れるんだろうかとかね。僕はもういいんだけど、こっちがねっていうふうになって、そうですね、なるほど、この部分、はい、最後の結果、はい、最後、さあ来ました、何でしょうか、そのスポット S が一軒円なんですか、 SPO。 めちゃくちゃ嫌そうですねもう一個も入ってこないですよ。もう SPO と ESG 分かりますか、奥井さん。 SPO と ESG が一軒円出ました、はい、これ一軒なんていうワードがもう、ちょっと説明してください、はい、結局そもそも教育って何のためにやるのっていうことから考えたら、当たり前なんですけど、子どもや大人が未来で社会で生きていくために必要なものだったりとか、学ぶべきことっていうのを学んでいくっていうことが教育の本質じゃないですか。で、じゃあこれまでの教育っていうのは、例えばその明治で富国強兵で帝国主義っていうものを歩んでいくために子どもたちっていうのは多分必要だったからやってたし、まあ、戦後だったらまさにその工業化っていうものをやっていくために必要だったと、っていうことだと思うんですよね。で、じゃあ、ちょっと前、数十年前に僕らがまさにこう子供時代教育を受けてた時って、お父さんやお母さんからですね、もう漫画とか読んでちゃダメだよと、ゲームなんかやってちゃダメだよ、勉強しなさいねって言われてたじゃないですか。でも今ってゲームの産業市場、あるいは漫画の産業市場って、もうまさにクールジャパンとかって言い始めてですね、まさにめちゃくちゃ重要になってきてるわけじゃないですか。なんかこのサステナブル教育とか SDGs とかって、どっちかっていうと、なんていうんですかね、正論で語られがちっていうか、いや社会って環境ってすごく大切だよね、だから守っていこうねって言われても、じゃあいざ目の前に教育として、じゃあ現実的にその学校のテストが大学受験とか就職とかに関係してくるんだったら、
いやまあ SDGs も大事だけどこっちやるべきじゃないっていうふうに思われがちなんですよ、うん、たださっきも言いましたけどこれからの社会のトレンドっていうことを考えたときにその環境問題としてやばいよ生きていけなくなるよだけじゃなく、はい、実を言うとこの ESG っていうのでこれって何かっていうとですねエンバイロメントとソサエティとガバナンスなんですよね。これ何かっていうとですね要はまあ環境だったりとか、まあ社会性だったりとか企業の統治っていうところをやってるところに投資しようねっていう流れが実はあってですね、うんはい、でそれが、PWC っていうコンサルティング会社によると2026年までに34兆ドルになりますと。ほうほうこれどういうことかって大体、まあ、今まで6000兆円とかですか。はあ、わかります。もう世界の投資家がそこにガンガンお金を突っ込んでるよっていう状況だっていうことなんですよ、うん、ということは市場規模がめちゃくちゃ大きくなるってことなんですよね。でちなみにこの SPO っていうのは何かっていうと、うんこれは今まで IPO、うん、つまり会社を上場するときに IPO っていうのをしてましたよね、はい、でこれは今まで財務諸表とかっていうのを見て売り上げがいいよね利益いいよね、うん、じゃあこれをみんなで株式をシェアしようねっていう考え方だったんですけど、うん、この SPO っていうのは何かっていうと去年の11月にオールバーズっていう、まあ、要はスニーカーの会社ですね、うん、でこれが要はその天然素材だったりとかそのあ天然あの何ですか化石燃料とか使ったりとかせずに、うんまさにサステイナブルな、靴っていうものを作ろうよっていうふうにやったら、うん、創業2年で、10億ドル以上つまりユニコーン企業になったんですよ、うん、時価総額がすごい、まあ、つまり今まで、10億ドルですからね 10億ドルだから今で言うと1500億ぐらいの時価総額に2年でなると、はいはいはい、であっという間に上場したんですよ。でこの要はサステナブルな会社として上場するっていうことを初めて世界で初めて SPO っていうのを呼んでるんですね。で今後まさにその SPO、IPO じゃなくて SPO をしていく企業っていうのが増えていく。で考えたら今後その数十年30年とか経ったらここの SPO だとか ESG っていうのがまさに超どころか一軽円っていうところになってきてその世界の、まあ、まさにその産業の半分以上がこういうものになっていく、まあ、なっていかざるを得ないから当たり前なんですけど次なるガファがもうここから生まれる、ね、その通りなんですよ。ということは今この教育をこの段階でやってる段階においてサステナブル教育をやらないなんてありえないんですよ。なるほどね。だから この部分が意外と僕大事だなと思って、特に SDGs は儲けますって言うと、はい、すげえ怒られるんですけど、僕が外務省にずっと一緒にいて外務省にもちゃんともう一番の人にちゃんと聞いて、はい、金なきゃダメですよねって言っていいですかっつって、うん、あれ理想論って言っていいですかっつって、はい、で話をした結果理想論で金儲けっていう部分も必要だと、うん、でもなんでかって言うと金儲かるからみんな言ってるんだからその勉強したけどどうするんだっていう、うん、まさに産業があって今こうやってやって今こういうの、SPO って言うんですよね、はいはいはいモチベーションにもなるんですね。モチベーションになって ESG、OK はい、ただそのリーダーを育てるっていう意味で、うん、サステナブル教育ってこうそもそもなんでいいのか小宮山さんちょっとわからないんですけどなんでいいんですかね。この部分リーダーになり得るっていうことですかね、うん、私2018年にハワイでリーダーシップのプログラム受けたんですよね。ほうその時一番リーダーシップのプログラムっていうのがあるんですか。あるんですよハワイで。あってリーダーになるためのプログラム。そうです、まあ、リーダーになるためのとか、まあちょっとどういうカリキュラムかなと思って私自身も参加してみたんですけど、その時に一番最初に連れてかれたのはあのビーチで有名な花馬湾ですね。花馬湾っていう、まあ、ビーチではあるんですよね、はいはい、その手前に海洋研究センターっていうのがあってそこに連れてかれたんですよ。そこでサステナブルな、まあ、海洋海っていうのはどういうものかっていうのを6時間ぐらい勉強させられて、はい、そこからやっとその次の日ビーチに行けるっていうその日はビーチに行けなくて、なので何が言いたいかというとリーダーシップ一番最初もハワイっていう特性もあるかもしれませんけれどもそこだったんですね。サステナブル教育がメインっていうか、まあ、軸になりますよっていうのを最初に叩き込まれたわけなんですよ。で先ほど松田さんおっしゃったようにこれからのその世界って、まあ、今もそうですけども正解がないですよね全然、はい、気候変動じゃあどうすればいいかって正解がない、貧困どうすればいいか正解がない、じゃあどうすれば一人一人がやっていけばいいかっていうことを一人一人が考えなきゃいけないっていうところでやっぱリーダーになる人には必要になってくるんじゃないかなと。で人とその話ができなくなると思うんですよね、うん、例えばスタンフォードとか、うん、ハーバードとかサステナブルで頑張ってるとそこの人たちと話すってなった時に、うん、こっ
っちに知見がないと話が合わなくなってきますよ ね教養の一つになってると思います。仲間ができないですもんね、話ができない、できないと思います。皆さんその世界的グローバルでどういう課題を解決していこうかっていうふうに考えてるのに、取り残されますよね、多分自分だけなかったら、意見なかったら、はい、と思います。つくづくその話をしてると、なんか OS がアップデートしたんじゃなくて、もう OS が変わっちゃった感じが、もう、はい、だから新しい OS 搭載しないと、そうそうそう、アップデートでもう収まらなくなってきましたよね、はい、これはすごくそう感じます。と思います。確かにね、これ難しいなと思うのが、なんかその結構その社会的な要請がすごい強いんですよね、はい、そうすると なかなか子どもたちの内発的な動機に火をつけるのがちょっと難しい分野でもあると、はいはい、つまりあの世の中がこうですよ、だからこれからの人材こうなっていかなければいけませんよ、だからみんなサステナブル教育大事なんだよっていうことですよね、うん、それで SDGs17 のフレームワークで教えましょうってなってっちゃうんですよね。でそうなると何が起こるかというと、もうこの17のフレームワークに基づいて教材が作られるんですよね。そして入試問題が作られる。もう現に中学の入試問題とかっていうのは SDGs に関連した問題が出るんですよ、今、2019年に小泉環境大臣が、あのステーキ問題がありましたと、はい、そのステーキを食べたのが何が問題なんだろうか、まあ、結局それ牛を食べてるんで、あのメタンガスとか、まあ、温暖化に、なんか結局あの関係してるじゃないかとか、水を大量に使ってしまうので、それはもうおかしいんじゃないかみたいな、まあ、それがもう入試に出たりとかするんですよね。だ結局何が起こってしまうかというと、またこう政界主義的なあのサステナブル教育がなされてってしまうので、本質的にやっぱりこのサステナブル教育のいいところっていうのは、ただ単にまあ世の中を知る機会にもなることは間違いないとは思うんですけれども、まあ、どちらかというと一人で解決できない課題なんですよね、社会課題というのは、まあ、そこに対していろんな多様な価値観を持っている人とともにチームを編成をして、コミュニケーションを取っていきながら課題解決を一緒にしていったりだとか、自分一人では課題解決できないものをチームで課題解決できるようになっていく、そのプロセスの中であの多くの情報を収集していかなければいけないし、お互いのことを尊重するということも大切だし、コミュニケーションが発生しますし、そのプロセスには非常にこのリーダー教育であったり次世代教育の本質が隠されていってしまうんですけれども、どうしてもこの外圧的なトレンドによって教育現場に圧があって、今まで通りの教育の延長線上でやってしまってるっていうのはちょっと残念なところかなというのは思います ね。ぜひ後半アップデート議論していきましょう。はい、琴美さんはこの具体的な例、まあ、企業と教育がやってると思うんですけれども、はい、この日本の教育現場の具体的なこう事例って何かございますか。あ、そうですね、あの我々ちょっとさっき岩野が言いましたように、あのなんて言うんでしょう、実際教材提供したりとかをこれまでしてたんですけれど、そうですね、あの中学生高校生向けにいわゆるコーヒーのサプライチェーンとサステナビリティみたいなことをテーマにいろんな教科で使っていただけるんですけれども、それは割とあの以前からやってまして、でただちょっとコロナになってからあの急に問い合わせが増えまして、というのは課外活動なかなかできないとか、あと総合的な時間っていうところで、あの割と自由度の高い時間で先生はサステナビリティを教えたいんだけれども、なかなかそのテーマとか課外授業も行けないし、どういうふうなあの興味を持っていただけるかっていうので、何か具体例があったらいいねっていうのが ありまして、で我々あのそういう要請を受けたので、はい、あのじゃあオンラインで、授業をしましょうということでやるとすごい評価が良くて、まあ、面白いと。で結構コーヒーって身近で、割とこう大人の入り口みたいなところあるじゃないですか、うん、しかもそんなに詳しくない人はなんだか分かんないですよね、うん、あのこあのオレンジジュースとオレンジ絞ればあるじゃないですか、はい、コーヒーあれ豆あれ どうなのかみたいな、うん、ふわっとそうです豆だっていうのは分かってる、でもあれはどこでどうで、そうですね、どうなってんのかっていうのとか、うん、それはもう結構じゃもう毎日毎日授業はガノさん結構いろんな学校で頻繁に授業はあるんですか。毎日毎日を目指して、今はあのこんなことを私たち UCC もやってるよっていうところを周知してるところ。何歳ぐらいがメインなんですか。いや本当小学校高学年からあの中学高校大学生と幅広くあの聞いていただけ、小学校ぐらいとかどうなんですかね、はい、やっぱり興味を楽しんで楽しんでもらえますし、
なんだろう、あまりこう授業として構える感じではなく、授業っぽくないですよね。コーヒーって聞くとなんか、あ、そうですね、なんか言ってみれば一服じゃないですか。よっしゃ一服しようっていう感じのね、だからその感じだから授業中にもある意味一服の声量が流れるんでしょうね、うんうん、楽しいですもんね。そうですね。でちょっとさっきおっしゃられた、松田さんがおっしゃられたところとかぶるというか少し付け加えると なんていうんですかね、その実際その状態でそういう総合的な自由度の高い授業で、うん、そういう実例が出てきたり、何か実際に困ってる、こんなことで困ってる人たちが多くいるんだよとか、ビジネス上もこんな課題があるっていうのをかなり分かりやすく教えると、皆さんそのこう深く考えようとする、どんなことができるかじゃあ考えてみようってやると、こういうものをちょっと見極め方をじゃあ考えたらいいんじゃないかとか、もっと知ればいいんじゃないかとか、皆さんアイデアをおっしゃられるんで、まあ、比較的その肩にはめすぎずこうポジティブな考えでやるっていうのは実感値としてすごくこう何か課題を解決しようと、子どもは特に若ければ若いほどありますよね。ちょっと年齢がいくとですね、中学高校大学みたいになるともう少しこうテクニカル的になるんですけど、はい、好奇心だけでね動けます、ね、っていう感じは、します、ね、好奇心に関しては大人勝てないですからね。そうですね、勝てないんですよ、これ松田さんも何か具体例があるんですね、あ、そうですね、まあ、結構高校生の課外活動の支援とかをしていると面白い事例っていうのがあって、2つご紹介したいんですけど、1つがロクっていうサービスをやってる子で、はい、今出てるんですけれども、これ規格外みかんをアップサイクルをしてアロマキャンドルを作ってるんですね、でこの子は岸さんという子で、高校2年生の時に立ち上げて、今高校3年生今でも続けてるんですけれども、ストーリーが面白くて、なんか小さい頃から食べることが大好きだったと、なんだけれどもテイスト・ウェイストという映画の予告ムービーを見て、これ食品ロスを捨てているストーリーなんですけれども、まあそこで非常に心が傷んだという形で何とかしたいと、で自分が長崎に住んでるんで、長崎って結構みかんの名産みたいなんですよね、で好きだからみかんに着目をして、YouTube だったり SNS で仲間を集めて今風にですね、でそこからこういった廃棄野菜をどうやって再利用できるかっていう事例をいろいろ調べてると、豆でアロマキャンドルを作ってる人がいて、でそこで高校生ながら特訓で作り方を教えてくださいというので、アロマキャンドルをみかんで作った、みかんの、じゃあこれこう火がつくとみかんの香りが する、でこう今まで出捨てられてるみかんを再利用できるっていう事例ですよね。でもう一つがルリっていうサービスで、これは高校3年生の時に立ち上げたサービスなんですけれども、はい、これも小学校の頃、このエリーさんっていう子がですね、化粧品が大好き で YouTube であって CM の化粧品に釘付けで化粧品ばかりを見てたと、はい、ただ中学生になってくるとちょっとコンプレックスが出てきていて、まあ、唇がちょっと分厚いということでコンプレックスだったんだけれども、そこにリップを塗ると変身ができると、そして綺麗になれると、なので化粧で人を幸せにしたいと思うようになっていったんですよね。でただし高校生になると化粧品が環境破壊であったりだとか、動物実験の温床になってるってことを知ってショックを受けて、ただその時のクリーンビューティーの商品って1個6000円とかして誰も使えないという形で、安く誰でも手に入るクリーン商品を作ろうと言われて、ここも SNS で、学校の中だと意識高い系って言われちゃうんだけれども、うん、SNS で仲間を集めて50人とか集めて、で大学生に、今慶応大学の学生なんですけれども、この間クラウドファンディングをして430万円近く集めて、このアイシャドウですかね、をどんどん量産をしていくという形になっていくと。だからこれ面白いのが、なんかみんな SDGs 勉強してるんですけれども、なんかそれでは心が動かないんですよね。でこの2人ともそうなんですけれども、やっぱり行動まで移していく人っていうのは、やっぱり自分の原体験があったりだとか身近な事例があるってことが多いなっていうふうに思うし、高校生だからこそ、これ多分ね30歳の女性がやりたいですって言ってもあまり協力者集まらなかったかもしれないんだけど、高校生だからこそ集められる社会的資本で、それが形になるってこともあるなと思っていて、なので高校生がやっぱりこの SDGs であったりだとかの実際に学ぶだけじゃなくて課題解決につなげていくってアクションはとても重要だし希望だなっていうふうに思いますね。なんかこのギガスクール構造、その SNS とかパソコンを駆使して、こう全部が一個になった形がしますよね。あ、そうですね、いい形が。でまた僕、若いそのうちの姪っ子、甥っ子たち中学生ぐらいの話をしていると、子供の時って大人倒したいじゃないですか。大人倒したい、大人を言いまかしたいじゃないですか、はい、でも正解系って大人に絶対勝てないじゃないですか。でも不正解系って同等に戦えるんですよね。さらに環境問題って自分、まさに自分だから、あんた早く死ぬじゃんってことで、まさに勝てるんですよね。だから本当グレタさんがどうこうとか本当にいいとか、あの年齢で言われるとなかなか
やっぱり説得力があってうちらが言うよりもやっぱあの年やっぱ年齢ってありますよね。ありますね。だからこそ若い人は覚えてほしいですよね。覚えてほしいですね。なるほどね。未来が自分ごとですもんね。そうなんですよ。僕らことじゃないんですよ、これは。ありがとうございます、はい、前半戦はここで終了になります。わあ面白い、はい、後半ではですね、日本の教育をアップデートするためにできること、ちょっと具体的にね、教育のアップデート方法について皆さんの意見聞いていきたいと思います、うん、はい、お手元のフリップをお上げください。どうぞ。はい、アップデート議論読み上げていきます。まず坪田さんはリサーチとプレゼン。あ、素晴らしい。神山さんは失敗の総量をマネジメントする、はい、松田さんは正解主義のサステナブル教育からの脱却、うん、最後里見さんはサステナブル教育プラス語学プラス多様性イコール無限大。面白いですね。面白い。こういう会議ちゃんと行政はやってるんですかねこれすごい。これがもっとね、はい、まあ、僕も頑張ってますけどね、はい、お待ちしております行政の皆さん、ね、はい、じゃあちょっとこれはあえてこの数学いきましょうか。算数。ああ、算数。セーラボ教育プラス語学プラス多様性イコール無限大と。ちょっともともと括弧とかかけるとか書いてたんですけど、ちょっと若干シンプルにしました。の方がいいです。ああ、はい。そうですね。ちょっとその先あったサステナブル教育っていうのは非常にこう学びが深いというところなんですけど、それにプラス語学がある。そうですね。やっぱりこう情報のアクセスっていうのはものすごく大事だと思ってまして、うん、今学生の皆さんも当然いろんな情報をアクセスされて考える機会というのがあるで、すごく多いとは言いつつも、やっぱり英語なりそれ以外の言語で取れるものっても全然違いますの で、 そ、 です、ね、そこに触れないと多分大きなそのなんていうんですかね、将来的なこう拡大とかリーダーシップというのはすごくつながってこないかなと思うのと、あとじゃあ情報を得て議論するときにやっぱりこう同質でずっと議論してしまうと本当に深まらないと思いますね。今日もかなりいろんな視点がありますけれども、そういう意味で多様な環境で議論するっていうのが多分これが加わるとすごくこう大きなアップデートになるんじゃないかなと私は思ってます、はい、とても思いますね。語学は本当に思いますね。そうですね。そうね、会ったことある人がスペイン語喋ってるから仕方なく自分の辺を翻訳してるんですけどさっき言ったようにこれも自分ごとに変わっていくじゃないですか。あ、そうですね。知り合いに中国人がいたらちょっとやっぱりたまに聞くし、うん、たまに、ね、韓国の人が言った、うん、例えば町へ行くとかそういう有名な言葉とかね、うん、やっぱり会ったことあるとも忘れないですもんね。そうですね。それにプラス多様性が、あ、これ汎用性ありますねこれね。汎用性ありますか。結構いろんなところに使える公式ですね。すごいいい公式です。かっこいらないです。かっこいらない。シンプルで。ちょっと良かったです。はいはい、まさにでも今後すぐ深く首が、もうぐんぐん縦に触れるんですが、正解主義のサステナブル教育の脱却。そうですね。まあこれ先ほどね申し上げたようにこう入試問題とかに出るようになってくると、まあやっぱりこうどんどんずれていってしまうなと。そもそも SDGs とかでいうと17のゴールがあるわけですけど、あそこに当てはまらない社会課題でいくらでもあるわけですよね、はい、例えば高齢化の問題はどうしていくのかであったりだとか、うん、それこそまあ人工知能と人間の共存をどうしていくのか、うん、まあ、宇宙もそうですよね。宇宙のいろんな、まあ、これからねいろいろ移住をしようとしている人たちがいる中で、はい、まあ、宇宙のこう規制であったりだとかいろんな問題を諸問題をどう考えていくのかっていうことをやっぱりこう17のフレームワークに当て込んでいくとそこに思考が飛んでいかなくなってしまうと思うんですよね、うんうん、で本当は次の世代のなんかそれこそ知恵であったりだとか感性というのはなんかこう分かりきっている課題ではなくてそういう課題にどん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 向けていった方がいいにもかかわらずそうなってしまうのはもったいないなというふうには思いますと。で結構海外の事例とかだと、デンマークとかは結構このサステナブル教育とかで進んでたりとかするんですけれども、うん、フォルケホイスコーレっていうのがあるんですね、はい、フォルケハイスクール、まあ、英語で言うとですね、うん、まあ、17歳から入れる、はい、全寮制の国民学校なんですよね、うん、でこれはSDGs の事例としてよく出てくる教育機関なんですけれども、うん、何かというと SDGs とか別にそういったものを教えるわけではないんですよ、はい、いろんな分野があって IT とか語学とか料理とかがあって、うん、そこに全寮制で17歳以上の人たちが共に住みながら対話をして自己理解も深めていくし、うん、お互いの理解を深めていくという非常に、まあ、ゆとり教育の、まあ、もう本当にもう形そのもの、はい、まあ、ゆとり教育の究極みたいな感じなんです。でもゆとりがあるからこそ入試もないし試験もないですけれども、があるからこそ自分はなんでこの社会課題に興味があるんだろうかとかどうしていきたいんだろうか、なんでこの人はこう考えてるんだろうかってことは考えて、はい、そこが原体験となって行動に移っていったりとかすると思うんですよね、はい、
なので、まあ、それぐらいの、まあ、正解主義からの脱却もそうですし、うん、そしてテストとか教科書とかカリキュラムっていうのある程度、うん、まあ、緩くしていくっていうのも大事なんですけれども、うん、今一度なんか究極的なゆとり教育を目指していくということはサステナブル教育においてはかなり重要なんじゃないかなとは思いますね。私ゆとり教育世代で失敗とかって言われるんですよ。いやゆとり教育世代で、ね、ゆとりのやつだってねそうそうそう、そうじゃなくてこう、ね、向かってけっていうのはすごいなんか言いました。ゆとり教育こそ未来の教育であったと私は思います。あれだから僕らよりももっと上の本当 僕ら、まあ、僕らも含めてそのゆとり教育をゆとりがない人たちが教えたんですよね。そうなんですよ。うまいゆとりが分かんなかったっていう、キングオブコメントそれじゃないですか。僕らはゆとりゆとらずの人間なんじゃないですか。ちょっと49、50ぐらいってゆとっちゃいけないやつだったんで、だからそこかなと思いますね。失敗ね、総量マネジメントってこれも確かに成功。そうですね、これあのリクルートの社長がよく言ってる言葉なんですが、ビジネスだけじゃなくて私教育でも通用するなと思っていて、まあ、これまでの教育って一つの正解を早く正確に解くってことが一番求められてたわけですね、まあ、失敗をしないってことですよね。ですけれどもこれからの社会というか、まあ、正解のない社会では失敗をして改善をしてまた失敗をして改善するっていうそのサイクルが非常に重要だなと思っていて、ただし同じ失敗をする必要はないというかしてはいけなくて、まあ、していけないというか、まあ、する必要はなくて、失敗をしてもまた改善をしてまた違う失敗をしてまた新しい知見を得てっていうことをマネジメントすることがこれから必要じゃないかなというふうに思ってます。どうやってその学校現場でそうやって実現できるんですか。例えば昨日行った北海道の学校だと立命館慶祥中学高等学校というところは修学旅行ガラパゴスとか行くんですよ、ペルーとか。でそれはサステナブル教育の一環で、まあ、途上国がどうなってるかとかあとは生態系がどうなってるかっていうのを見に行くんですけど、まあ、京都奈良じゃないんですよね。へそれって失敗ばっかりだと思うんですよ、事例がないので、はいはい、でそこからまた得るものが大きいんじゃないかなというふうに思ってまして、うーん、まあ、修学旅行も変わってきてる。ドカンと行くとすっごい感じますよね、地球を。はい、地球をね。僕もウガンダ行ってネパール行きましたけどまあ地球を感じますよね。そうですね、私も今年2月ルワンダ行きましたけど、まあ、地球を感じましたね。地球ですよね。上まで茶色いみたいなね。そうそう、全部茶色い、あの赤土があるじゃないですか。修学旅行も変わってきてるんですね。いやすごいですね、変わってきてますよ。だからそのサステナブル教育を軸とした修学旅行を先生たちも求めるようになってるんですよね今。あ、なんか国内でも熊本に行っても水資源を勉強する、まあ、修学旅行だと。これやっぱ最近ですか。最近ですね、やっぱりこの 2,3 年だと思います。じゃあ本当にあの SDGs プーがぐーんと入ってきて、はい、やっとこうベタになりつつある、はい、教育にも入ってきてるって感じです。ちょっと小宮山さんに質問が来ているようです。はい、はい、お願いします。はい、サステナブル教育は幼児期の多様な体験や関わりも必要になると思っていますが、就学前教育はどう変わっていくべきでしょうか。まさに今うちがその話をしている最中ですよ。実はサステナブル教育が幼稚園児対象でも行われてて、はい、おにぎり献金というのがあるんですよ。ほう、あのお弁当でおにぎりだけを持ってきて、おかずとかデザート分を、まあ、あの家庭から献金として持ってきて、それを世界に恵まれない子どもたちに、まあ、配るっていうね。なんすかそれ。おにぎり献金です。自分の子どもにはデザートは食わせないっていう。そうそう、だから おにぎり献金の日っていうのがあるんですよ。あ、そういう日。そうそうそう、それで知ってもらおうと、まず知ってもらおう、貧困地域があるんだよっていうのを、おにぎりで、まあ、食育を通して、ね、食育を通して、うん、今日始まってます、ね、リアルなね、現場の献金。うちの娘4歳ですけど、絵本で一回そういうご飯食べれないっていう、僕がその NHK で絵本を読む仕事がありまして、はい、その時に一番最後は隣の国ではこうなってる、隣の国ではってやつを読んだら、それ一回見たらもう覚えましたもんね。そうですね、これ、うん、こういう人いるのいうふうに4歳が言ってくるってことは、まあ、確かに就学前ですからね。あり得る、大事なところですね。これからは、はいはい、最後坪田さんいきましょうか。リサーチとプレゼン、はい、これそうですね、あの教育っていうと多分学校教育と家庭教育でなんかちょっとこう微妙にずれちゃう、でこっちにはこれ、こっちにはこれってなっちゃうと問題だなと思ったんで、両方に行けるのがこれかなって思ったんですけど、なんか学校とかってやっぱ結構詰め込みってなりがちじゃないですか、宿題含めて。でそれなんでなんだろうってことが最近気づいてですね、最近気づいて、うちの娘今8歳でインターナショナルスクール行ってるんですけど、はい、あのちょっと衝撃だったのが、英語って大文字小文字合わせて、まあ、52文字でいいんですよね、うんうん、だけど日本語って小学6年間で漢字が1000字以上覚えなくちゃいけなくて、はい、ひらがなカタカナも50字50字じゃないですか。でこれ音読み訓読み
送り仮名とかも入れると漢字だけで1万パターンぐらい覚えないといけないんです。小学6年間で。つまりこれ文字を読むとか書くっていう、つまりなんですね、知識のある意味基礎の段階で52対1万っていう200倍ぐらいの差があると。だからあ、英語で学んだらこんなに詰め込まなくていいんだっていうことにちょっと気づいてしまったんですよ。面白い。ツールとしての英語が入ってきやすい。そうなんです。だからあ、これ詰め込みをせざるを得ないんだなっていうのをちょっと感じちゃいまして、だから宿題もなんか夏休みとかやたらと漢字書かされるじゃないですか。ドリルめちゃめちゃありましたね。あれって、はい、あ、そういうことなんだっていうことに僕気づいたんですよね。ってなった時にさらに今度、今じゃあ IT で情報ですとか今度サステナブルですとかって言い始めると、ちょっと現実的にこれ公教育とか家庭教育って何やったらいいのっていうのがかなり難しい気がするんですよ。でなので、あの、もちろんそのある程度のインプットっていうのは最低限多分必要なんだろうと。でそれはそれでやるんだけど、プラスアルファで今って結局学校の授業を単純に聞いてる、インプットしてるだけだから、例えばそのあのサステナブルのその課題だったりとかっていうのをもうリサーチまずすると、はい、でそれをどうだったかっていうのをプレゼンするっていう授業みたいなのをちょっと入れるだけで、なんていうんですかね、これ現実的にですよ。もちろん理想はもっといろいろあると思うんですけど、いろんなこの日本の言語教育と、そう、あの、まあ、今からのこう先生たちの現状といろいろ考えた時に、そういうところから始めるっていうところがなんかこう日本の教育のアップデートの一つかなと。でこれって実際あの、まあ、要は例えば好奇心ってある程度知識があるものにしか湧かないんですよ。僕もそれはいつも言います。そう、8割知ってるものに対して好奇心が湧くので、はい、まずリサーチをして、で今そもそもなんでかのコーヒーカップって、紙ストローなのと、で、あのカップの方はプラスチックなのにみたいなっていうところも、そういうところとかも含めてなんでなんだろうねみたいな、でそれをリサーチして、で例えばプレゼンするみたいなのを学校でも家庭でもちょっとずつやるっていうところから始めて、好奇心っていうものをこう引き出せばいいんじゃないかなって思いました。確かに、もう本当これですよね。分かりやすく、あのこれができないともうどうしようもならない。そうなんです。興味の、だから本当僕が話をしてて、大体ツイッターとか、まあ、ツイッターが全部じゃないんで全然いいんですけど、はい、興味ないって僕に言えばあのへこむと思ってるんですよね。お前に興味ないって、それそうでしょ、あとお前知識ないんだからっていうだけの話で、はいはい、やっぱ知識ないともう興味なんか持たないですよね。そうなんですよ。でもその知識っていうよりも、知識って言ってもなんか勉強な感じですけど、うんうん、確かにリサーチでいいんですもんね。そうなんですよ。現場行けば分かるし、そう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 、見りゃいいし、そう、旅行するんですもんね。そうです。だから現場でも本でも人の話でもそれは全部リサーチだよねっていう。なるほど。なんかアップデートも募集しますか、このリサーチ、子供の子供の子供のリサーチ、リサーチしてもらって、子供のプレゼンも募集しない、募集しますか、ね、リサーチ&プレゼンっていう番組できんじゃないですか。アップデート続編で、マノさん、はい、あると思いますね、はい、ちょっとニュースピックの質問がまた来ていますね、はい、はい、こちらです。はい、サステナブルを企業として取り組む上で、組織と個人それぞれで何をアップデートするといいでしょうか。企業でね、企業で、まさに企業ですか、佐々木さん、どうぞ、いかがでしょうか。あ、組織、はい、あ、なるほど、企業、結構これあれ難しい。あ、じゃあまず、我々あの最近1年ぐらい前なんですけれども、あの会社の経営方針がガラッというか書き換えたというか、あのしっかり定義をしまして、ほうほう、でそれはより良い世界のためにコーヒーの力を解き放つっていう、面白い、あ、まあ、あの本当に割と真正面です。コーヒーの力を解き放つんですか。そうなんですよ。ロマ術みたいですね。ありがとうございます。面白い。そうなんですよ。で、結構真正面からそれを研究したりとか、まあ、当然力を解き放つためには生産地 の生活とかいろんなものを考えないといけないんですけれども、まあ、そういう なんて言うんでしょう、組織として同じで、かなりこれはあの我々のグループの社員は非常に共感して、コーヒー大好きな人ばっかりですから、力解き放てって言われるとよっしゃってなるんですよね、うん、ですので、こう分かりやすい言葉でその共感を生むっていうのは、まあ、なんて言うんでしょう、一番大事なところなんじゃないかなっていうふうに思います。で、加えてあのさっきちょっと知識の話出たんですけれども、あの結構サステナブルって中身難しいじゃないですか、うん、はい、気候変動どう、人権どう、なんやかんやっていうんですね、はい、うん、だそこは我々真正面にこう基礎からあのみんなあの知りたい人っていうので、こう勉強会みたいなのを多数やってまして、でそういうのは
参加して個人として参加してもらえるとみんなふむふむというの で、うん、であのじゃあ自分の部門ではこんなことができるかなとか個人で取り組む一つになるので、まあ、そういうものですのでその方個人としては多分いろんな情報を取ったりとか会社のあのことをまあもう少し勉強してとかっていうことがいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました、うん、ありがとうございます。でもこれ、はい、でもよく考えた先進国ってあの少子化じゃないですか子供も減っててみたいな、うん、そんな中でこうあえてこう教育に投資するこのなんか意味っていうか、ね、本来子供が減ってくんだからそこに行かないでどう行かない方がいいのに今企業はすごく教育にもちろん融資してて、はいはいはい、やっぱなんかそのね確かに真意っていうのは知りたいですよね。そうですねあのまずそのさっきの なんて言うんでしょうコーヒーの力を解き放つって言った時にコーヒーの力が実際分かりやすい教育になるというのが我々知ったんですよね、うん、知ったらあコーヒーの力で SDGs なりサステナビリティを教える具体例を持ってですねそれはコーヒーが世の中に役に立っているのであの我々のさっき あのパーパスに、まあ、あのものすごく一致するっていうところなのでなんかこう儲けようとかではなくて一致するんでやりましょうってまず一つですね。でもう一つやってて思うのはちょっと刷り込みじゃないんですけどあのファン化しやすいっていうのは明らかにその初めて知るあのでかつ我々あの日本一のコーヒー会社なんですけど、うん、実はあんまりそれが知られていなくてであのこんなことやってるこんなことやってるこのコーヒーおいしいよねっていうのを UCC ファンファンですファン化です、はい、そうですそうですあのそれを学生さんに言うとじゃあ素直にちょっとこれから UCC 買おうかなとかあのあ UCC のこともっと知りたいとかあのそういうことを素直におっしゃっていただけるので、うん、ファン化するにはやっぱりもう少なくなったとしてもあの一生のお付き合いなのでそうですよね僕も、まあ、本当 UCC さん毎日目の前になんかありますけどあ本当ですかあのコーヒーずっと飲んでるんであのただじゃあそのコーヒーが力を解き放つとかそういうレベルになるのかって僕今知りましたからねしかもそれが教育に役立ってるなんてどういうことっていうコーヒー豆で書くのってねなんかそのもうそういう、ね、知識がないってそういうことですよね知識がないそこで知識を経ていくとあなるほど確かそうなるとファン化しやすいですよねしやすいので、まあ、い我々としてはそういう機会を捉えてるっていう企業としてもプラスだと、はい、そうですねこれも順番にいきましょうか須、はい、田さん事業やってらっしゃる身としていかがですかそうですね ただやっぱり気をつけなあのまあ世界的にあのよく言われている気をつけなきゃいけないポイントとしてはあのまあよく SDG ウォッシュとかって言われますよね、うん、つまりその社会的な貢献をしてますよと企業はあのまあそれをやらないといけないからやっていくんだけれども、はいまあ、最終的にはブランドイメージをすり替えるために教育を使ってたりだとか SDGs を使ってるっていう事例がやっぱりあの欧米にはやっぱりポコポコ出てきてるわけですよね、うん、なのでその線引きはすごくあの、まあ、企業側も注意をしていかないとせっかくいいことをやってるのにそれがぐっとネガティブに触れる危険性があるかなというふうに思いますと、うん、でなんかすごく僕自身が、まあ、あのマスターモードにいたからっていうのもあるかもしれないですけど Google さんとかってすごく面白いなと思ったのがあそれはまあ会社の方針として、まあ、20% の時間を自分の時間に使っていいよと、うんまあ、自由にいろいろ自分のプロジェクトをやっていったりだとかあ、まあ、あの子供で言って自由研究みたいな感じですよね、はいまあ、企業準備をしていったりだとかでそのゆとりがあるからこそでかつ即座のリターンを求めていないから結構本質的な自分が本当に解決したい課題の解決に取り組む人が従業員が出てくるんですよね即座のリターンを求めてないんですか求めない Google としてはその 20% 云々で何かを求めてるわけではないんです、ね、有名なこの 20% はなんとか1週間以内にとかないですよ ね、はい、ないですよねぶっちゃけ5年なくてもいいんですかそうですね中長期的な視点を持っていくわけですよ ね、 でそのゆとりがやっぱり大事だしその長期的な視点っていうのが大事なのでああの、まあ、いろんな企業がこの教育という文脈にこうどんどん参画をして ESG とか SDGs をやっていくのはとても素晴らしいことなので、まあ、でもその際はやっぱりそこの線引きを注意をするということであったりだとかいかに社員にゆとりを持たせるかとか長期的な視点でその社会貢献活動に取り組むかというところの観点は忘れてはならないかなと、まあ、SDGs ウォッシュは避けていかなきゃいけないかなと思いますね先生にもゆとり必要ですね、はい先生がね、まあ、平均残業時間が80時間ぐらいで、うん、そうなんですよ先生自身がもう今社会課題化っていうかね先生が一番忙しいですからねもうどうしようもないですからね、はい、しかも残業もあのお金あげないって決められちゃいましたもんね、まあ、給与ところねあれかわいそうですよね、まあ、あれ今変わろうとはしています、だからその企業が参画をして、うん、この先生がなかなかできないところを手伝うっていうことはまあ大切だよね本当ですよ、うんね、宮本さんはこの真意いかがでしょうか投資する教育に投資するそうです、ね、リクート自体がスタディサプリっていうビジネス教育ビジネスをやって10年目ですね今年、うん、2012年からやってますので、うん、
それとともにリクルートの社員向けの教育っていうのも結構充実していて、私自身も受けてるんですけど、今年の秋から東京大学にメタバース工学部っていうのができたんですね。メタバース工学部できたんです、秋に。東大にですか？東大に。で、私自身もそれ受けてるんですけど、アントレプレナーシップ論っていうのを受けてるんですよね。で、私東京学芸大学で自分でアントレプレナーシップ論を教えながら東大のその授業で生徒として受けてるっていう状態なんですけど、まあ、一人一人アップデートしないと社会、まあ、会社自体も生き残れないっていう多分その意図が強いんじゃないかなと。まあ、小宮さんものすごい毎日アップデートしますけどね。すいません。なかなかそれを真似する人がなかなか難しい。学芸大で教えながら東大で勉強してるんですよ。大変だよもう。学生の気分も分かる、気持ちも分かる。ロケットペンシルですねもうね。すごいですね。だからこそ世界の一応と話ができるっていうか、話が、ね、通じる、コミュニケーションができるっていう。なんかね、そうですね、学生の気持ちが分かるのでちょっと宿題少なめにしようかなとか。そっちも。小坪田さんはこの教育に投資するシーンいかがでしょうか？企業のシーンですか。僕はあの吉本興業で社外取締役をさせてもらってて。そうなんですよ。で、吉本って結構その NSC 含めてずっと意外と教育をずっとやってきてて、はい、でプラスここ多分3年ぐらい沖縄に専門学校を出したりとか、うんうん、あと吉本興業高等学院っていう高校にも、うん、やってるんですか？やってます。やり始めました。でさらに言うとラフ&ピースマザーっていう、うん、その要はネットでオンラインでの教育っていうところにも参画実はやってて、ですごい教育熱がすごく高いんですよ。もともとなんですか？それを坪田さんがやれって言ったんですか？あ、いや僕がやれとかって言ったんじゃなくて、もともとそのやっぱり NSC 立ち上げてるぐらいですから、もう教育である意味6000人の芸人さんを抱えるようになってきたりとかしてるわけです。そこ教育してるんですかね？まあそこはちょっと分かんないですけど、ただね、何が言いたいかというと、でも実は例えばそれ中長期的にどうのとか、なんか例えばそのファンを作る、多分もちろんそういうのって企業としてはあると思うんですけど、うん、でもねこれ面白いのが、実際現場で子どもたちと接するとめちゃくちゃ楽しいんですよ。なんだろう、例えばその講演会とか研修とかでも、おじさんたちに研修するのと高校生の子たちに、あるいは中学生とか小学生だと、うん、キャーって言ってくれたりとか、はい、めちゃくちゃテンション上がるんですよ。テンション上がる、はい、ですね、やっぱりこう企業の特に偉い人たちってずっと毎日会議やってるじゃないですか。でそこでふと子供に触れた瞬間にいろんな気持ちが現れるし、あ、この子たちがやっぱ未来なんだなって本当実感するんだと思うんですよ。でそれを実感し始めて、みんな企業が教育って言い始めたんじゃないのって僕は個人的には思います。ちなみに大崎さんはそんな感じです、ね、大崎さんすごいですもんね、はい、ところ解き放ってますよね。そうそうそう、はあ、そうか。素晴らしい、もう最先端の教育事情が聞けましたけれども、はい、ここで議論終了なので小坂さん、金コメのご投稿をお願いいたします。いやちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫です。大丈夫、そのこの間埋める、はい、うん、手は腕は落ちてる。4ヶ月空いてましたけど大丈夫ですよ。大丈夫、はい、任せてください。ちょっと待ってね、はい、で質問、ここで質問コーナーに参ります。ニュースフィックスからこういった質問が来ています。金コメお願いします、はい、リーダー経験ができる機会へのハードルを下げる最先端のメソッドがあればぜひご共有お願いいたします。リーダー経験ができる機会へのハードルを下げる、はい、坪田さんいかがでしょうか？いやいや、ちょっとこれまず読解するのが難しい。最先端のメソッドがあればちょっと分かんないです。他の人にお願いします。結構宮山さんいかがですか？演劇の教育とかってすごくいいって言いますよね。その役割がたくさんあるので、それぞれ一人一人がリーダーシップ持てるってことで、今アメリカでも日本でも結構盛んに行われてますね、うん、演劇を通じて、まあ、教育リーダーシップを養っていくっていう。確かにゼレンスキー大統領さんってもともとコメディアンじゃないですか、はい、その彼のスピーチってやっぱりめちゃめちゃ国連でも響く、はい、世界中に響いたっていうのは、うん、プーチン大統領と違いって言われてるじゃないですか、はいはい、リーダーにやっぱ演劇ってやっぱりあった方がいいんですかと思います。あとはそのメイクだったり照明だったり、本当に役割がたくさんあるので、はい、誰しもがリーダーになれるんですよね。確かに、はい、わあ、ありがとうございます、はい、あとこういった質問も来ています。はい、こちらです。単なる CSR 活動で終わるのではなく、 CSV として企業が本気でやっていくには何が大切でしょうか？確かに企業と教育のシナジー気になりますけれども、こちら松田さんいかがでしょうか？まあ、これはもう、まあ、V はね、バリューなんで、パーパスがすごい重要なんだろうなと思うのと、やっぱりその会社の掲げているパーパスと個人のパーパスをどうやってこうすり合わせていくのか、でそこに対して対話の時間であったりだとか内省の時間をどれだけ
本気で準備をしていくのかっていうところの企業側の覚悟は求められるかなと思いますね。やっぱりその分他の仕事ができなかったりだとかするので、まあ、なかなか勇気のいる決断ではあると思うんですけれども、まあ、そこが一致すればですね、やっぱりもうずっとあの社員もモチベーション高くこういった CSB 活動であった CSR 活動には取り組み続けられるんじゃないかなと思いますけど、ソフトさん、早速吉本の話もありましたけれども、はい、こちらはいかがですか。そうですね、あのこれって多分 CSR とか CSV とかっていうことだけに限らず、その企業って結局多くの人たちが関わってるわけじゃないですか、はい、でさっきのパーパスとおっしゃったんですけど、例えばうちの塾とかの場合だとクレドっていうのを作っていて、でとにかくまず社員研修の段階でまずクレドの意味っていうのを徹底的にまずみんなで考え理解しっていうことっていうのを深めた上に、うん、その後僕あのうちの会社の目的って何ですかっていうふうに聞くと、うん、クレドの達成ですとっていうのをもう言えるようにまずしようみたいな、うん、つまりこの目的のためにやってるんだよっていうのがやっぱ全員がちゃんと本当の意味で共有してるっていうすごく大事 でそういう意味で言うと、例えばニュースピックスさんのうちの会社の目的って誰です何ですかっていうのを会社社員さんたち全員聞いたときに、僕同じ答え、もちろんその手段とか違ったりとかしても少なくともここに目指してるんだよねっていうことが全員が共有できるっていう状態になっていることが僕は大事かなと思いますね。だからこそシンプルかつ色々クレドが必要ですよね。そうそうそう、はい、ありがとうございます。はい、では今日のご観覧の方々から何かご質問ございますでしょうか。はい、今日のニュースピックスフォーキス編集長の金谷さんもいらっしゃいますけれども、何かご質問ございますか。何でもいいですよ、全然ちょっとずれてもいいと思います。ずっと普段から思ってることでもいいですし、感想でも大丈夫です。何でもいいんでお話ししたいんですよあ、皆さんとブルーのセーターの方いかがでしょうか。はい、お話ししたいんです。 ありがとうございます。はい、私がですね、今あのビジネススクールの方であの人の情報収集っていうものと それに向かうモチベーションっていう研究をしている中で、あの坪田さんのリサーチとプレゼンっていうのがとても大事だなと思ったので、坪田さんにちょっとお伺いしたいなと思っているんですけれども、はい、そのリサーチっていうところで人がこうリサーチをしていくためにこうモチベーションっていうのも必要なんだろうなと思っているんですけど、そういうモチベーションをこう高めていくために坪田さんがこう心がけていることとかって何かあったりしますでしょうか。あ、僕あの例えば僕子供から何かパッて質問されたときに何をするかっていうと、一緒に調べるっていうことってのをやるんですよね。それが例えば辞書かもしれないし、例えばちょっと観察してみようかみたいな、でそれを一緒にやるっていうことが僕はすごく大切かなと思います。だから何か分かんないことがあった瞬間にパッとじゃあ僕が答えられる答えがあったとして、でそれをこう答えてもそれを暗記するだけじゃないですか、はい、それだと意味がないんで、分かってたとしてもなんていうんですかね、じゃあ実際僕もちょっともうちょっと調べてみようかな、うん、じゃあどうやって一緒に調べようかっていうことを一緒に、その調べ方も一緒に考えるみたいなことをやると、その多分親とのなんだコミュニケーションを含めてすごく意義があるかなと思います。はい、すごい参考になりました。うん、ご質問ありがとうございます。はい、今日はニュースピックスフォーキスの編集長の方が来られています。どこにいるんですか。ぜひ一言お願いします。あら、編集長、今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。で、あのそうですね、サステナブル教育って今回のテーマなんですけど、やっぱりなんかこうこういうことが大事だから子どもに教えなきゃいけないっていうふうにまた大人たちが思ってやってしまうと、やっぱそれがこうやっぱり結局正解主義っていうところに行ってしまうのかなと思うので、そこはすごくこう気をつけなければいけないなと思いまして、で私もの小学生 の子どもがいるんですけれども、でも意外と子どもの方がサステナブルすごく知ってたりとかして、か、ね、SDGs 知ってるよみたいなみたいなことを結構言われたりもするので、むしろなんかこう大人がもう子供に教えてもらうみたいな、なんかそういう姿勢でまあこのテーマに関してはいた方がいいのかなと思ってました。で結構最初の方にあの結構子供の方がこう大人に対してこうマウントを取れるというか、あのむしろ勝てるみたいな話もあったと思うんですけど、むしろなんかそういう経験を通してこう自分がなんだろう、こう大人に対してちょっと教えてあげたとか、あの自分の考えた答えを認めてもらえたみたいな、なんかそういう経験をこうサステナブルっていうテーマであの感じてもらえると、なんかこう自分が結構どんどん課題を解決していけるみたいなあの成功体験にもなっていくのかななんていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。ございます。子供って大人に教えてくれるときって喜んでますよね。知らないのパパなんでこれロールパンダの妹メロンパンダ知らないのみたいな、だからこっちがもう負けてやるとどんどん教えてきますもんね、はいはい、確かにあれはいいですよね。
ドヤ顔ね、好きですもんね。いやいや、でもそれが、そうすると永久に忘れないですからね、はい、本人。いや、今日、坂さん、金庫の準備よろしいでしょうか。グリさん、はい、やっぱ、一回ちょっと自分で想定してみて、キングオブコメント今日のやつ決めるって。だから大変なのよ。いや、めちゃめちゃ難しいと思いますね、はい。だから真上は変わってなかったね。大丈夫だね。あ、私素晴らしい。ね、いや、もう今日はまたいつも通り総括的なことになるんですが、二、はい、こと、合わせ技一本というわけでいきました。はい、どうぞ。はい、これはもう坪田さんの、まあ、まさにこうリサーチとプレゼント、人は8割知っていることに興味が湧く。いつも言ってますが、僕このツイッター自分のアカウント上げるんで、初めてこれ見た人でも分かるものをあえてあげるっていう。でもそうしないと僕広がらないと思ってるんで、これが重要。ただ僕は正直言うと、コーヒーの力を解放する、分かる、あの言葉が実は解き放つ、力を解き放つっていうワードがもう一番来たんですけど、僕急に書いたらお前どうしたなっていう、だから説明を書こう、あ、どうしようかな。でもやっぱりこのまさに僕芸人って頭いいですねって勘違いされやすいんですよ。なんでかっていうと、いろんな番組ごとにしょうがなくリサーチして、しょうがなくプレゼンしてですね。でもこれを続けたら中卒とか高卒いっぱいいるんですけど、相当頭いいんですよ。例えばツッチーとか品川とかね、みんな勉強できないんですけど、うん、ガンガン詳しい。でもこれをやることによっていろんなことを知っていく。でやっぱ知るためには一旦知識を、だから義務教育っていうものを今のままでもいいし、またそうじゃなく変えていきながら、まず知識を得ないと興味すら湧かないっていう、うん、そのためにはまず僕たちが興味を持つ、うん、これしかないなっていう。いや、素晴らしい。僕なんか今子供たちが小学校入ったら算数とか国語とかを今すごい興味持って教科書を買ってるんだけど見てないんですよ、はい、一緒に見ようかなと思ってる、ね、一緒に、あ、楽しそうじゃないですか。いや、素敵、なんかそこら辺を踏まえて、今日は、ゾトさんに、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。このままもう今もう渡せるんです。はい、こちらでございます。夢が叶いました。何の夢ですか。こんな儚い夢もやめてください。おめでとうございます。はい、金庫部の坪田さん、ご感想をお願いしてもいいですか。いや、サステナブル教育ってなんだろう、いろいろこう話がずれそうだなと思いながら来たんですけど、結局なんか皆さん教育の本質みたいなところに修練したなっていうのが、それがすごく嬉しかったです。バリバリ多様性ですからね、ここにいる。でも結局ちゃんと話を聞いていくと、結局一点にまとまるっていうのがとても。ただコーヒーの力を解き放つ、いいですね。僕それの T シャツ欲しいですね。確かに、ちょっと今こそコーヒーの力を解き放つ。キャッチーですね。ね、純金込みの坪田さん、今日いかがでしたか。あ、いや、すごい楽しかったです、あっという間で、ちょっと緊張してましたけど、途中から全然でしたね。コーヒーのロールプレイングゲームとか作りませんか。あ、ちょっとコーヒーゲームは少し面白いなと思ってたりしました。面白いですよね、はい、コーヒーゲームメーカーっていうのもあってもいいよね、なんかね。コーヒーのゲーム面白そうだよな。面白いですね。いや、本当に今日勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、次回のアップデートは12月6日になります。来週はお休みになります。はい、はい、ではまた次回お会いしましょう。どうでした、復帰して一発目のアップデートは。いや、なんかね、私みたいな、なんかビリアナ、ビリキャスターが待ってくれると思わなくて、本当に。おい、俺ビリアナって聞いたことないよ。ビリアナですから、待ってくれると思わなくて。本当、あなたはビリアナじゃないよ。いや、ビリアナなんです。変わったアナウンサー。変わったアナウンサー。ありがとうございます。うん、ね、またぜひともこれからも。いや、これからもぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、また次回お会いしましょう。さようなら。12月6日です。はい、さようなら。ありがとうございました。